ビの情報ミニ番組3分、今おすすめのものや情報を3分間でご紹介しますよ。今回は神戸ポートアイランドにあるドナルド・マクドナルドハウス神戸をご紹介しましょう。先月26日、神戸市中央区兵庫県立子ども病院の隣にあるドナルド・マクドナルドハウス神戸で、地域の方々に施設のことを知ってもらうため1年に1度一般に公開されるオープンハウスイベントが行われました。こちらのドナルド・マクドナルドハウス神戸は2016年に建設され、入院・通院している子どもに寄り添う家族のための滞在施設として、これまで1000組を超える家族が利用しています。イベントでは元ヴィッセル神戸の長嶋昭弘さんが登場。トークショーやサイン会が行われ、多くの来場者が駆けつけました。この他にも協賛企業のバザーコーナーや美容学校の生徒さんによるヘアアレンジとネイル体験コーナーなどが行われ、子どもたちも普段なかなかできない経験に目を輝かせていました。そんなドナルド・マクドナルドハウス神戸、修繕などのサポートを行っているのが地域ボランティアの皆さん。ベッドカバーなどの備品はボランティアの皆さんの手作りなんですよ。若いお母さんたちが病気のお子さん抱えて頑張ってらっしゃる姿見たら、こちらの方が逆に元気もらったりとか勇気づけられたりすることがありますので、そういった頑張ってらっしゃる若いお母さん方とかお父さん方の力になれるわと思って喜びを感じながらボランティアさせていただいてます。そうですね、今まで神戸ハウスもう約2000家族以上、人数にすると4000人以上の方がご利用されました。でこれからも一生懸命私どもボランティアさんと一緒になって子ども病院に入院している患者さんとそのご家族、少しでもいい毎日暮らしができるように支えていきたいと思っております。だからこれからいろいろとここのハウスってチャリティーですね、皆様の個人とか企業様の寄付募金で成り立ってるんですね。だからこれからも皆様のこういうサポートぜひお願いしたいのと、でやはりボランティアさん、ここは200人以上いらっしゃいますけども、これからもどんどんと私ども募集したいと思ってます。皆さんのボランティアさんの応募お待ちしております。